こんにちは、こしぶえです。こじまえです。ですね、私たちは夫婦で、はい、まあ、世界各国いろんなところを旅しながら生活してるんですけれども、はい、今回の動画ではトルコのイスタンブールについてちょっとお話ししたいなと思ってまして、はい、今はもうブルガリアのソフィアっていうところに移動しちゃってるんだけれども、ちょうどイスタンブールには前の国で1ヶ月ぐらい滞在してまして、はい、なんか結構僕らなりにこれからさ、イスタンブールに行こうと思ってる人だとか、うん、なんかイスタンブールの情報を求めてる人だとかいれば、うん、結構参考になるような情報が話せるかなと思ってますので、はい、ちょっとこうやって動画にしております。そう、なんか私たちもトルコのイスタンブールに行くときに、うん、イスタンブールが大きすぎて、そうなんかどこに滞在したらいいんだろうとかすごく迷って、そう、でいろんなブログとかなんかネットでねサーフィンして、うん、まあ、ここがいいのかなみたいな、うん、で結構悩んだんだよね。悩んだ。そう、なので1ヶ月滞在してみて、大体なんとなくですけど土地感が分かったので、うん、まあ、これから渡航とか旅行される方の参考になればいいなと思って撮影してます。はい、はい、っていうわけでエリアからだよね、うん、まずイスタンブールってボスポラス海峡っていうところを境にこうヨーロッパ側とアジア側っていう風に分かれてるんですよ、うん、で結構そのヨーロッパ側の方に観光地系、アヤソフィアとかそういうモスク系がいっぱいあって、うん、アジア側は結構ローカルなトルコ人がいっぱい住んでるみたいなエリアになってるんですよ、うん、僕たちは長期滞在でいろいろ調べた上、はい、アジア側のカドキョイっていうエリアに、はい、1ヶ月間滞在しました。しました。結論から言うと、はい、マジでそれで良かったなって、本当にいい選択をしたなって今思ってるんですよね、うんうん、これすごいシンプルに今言ったけど、はい、観光地ってもうほとんどヨーロッパ側なんですよ、うんうん、なんで例えば1週間の滞在なのであれば、うん、まあ、結論ヨーロッパ側でもいいのかなって思いますし、うんうん、だけどその分やっぱヨーロッパ側って物価がちょっと上がるんですよね、はい、アジア側と比較して。そう、観光違いだからね。そうで、さらに観光客だらけで人も多いし、うん、歩いてるだけで、うんうん、あ、ちょっとお兄ちゃん来てみたいな、うんうん、そういう呼び込みみたいの、うんうん、がやっぱすごい激しいんで、うん、結構疲れるかもしれないっていうのはあるよね、うんうん、私たちは今回の旅って旅行っていうよりかは生活を各国でしたいなと思って旅に出てるので、うんうん、そのローカルな生活感が味わえるアジア側がいいなと思ったんですけど、うん、旅行としてもうちょっと旅行感を味わいたいっていう人は、うん、ちょっと物価が高いにしろヨーロッパ側がいいかもしれない、うん、っていうのは思わない。そうだね、そうだね、うんうん、旅行向けはやっぱヨーロッパサイドかなってやっぱ思うんで、ヨーロッパサイド。だ多少物価が上がってもやっぱりその短期間の旅行でギュッと旅行を楽しみたいって人はヨーロッパ側、うん、私たちみたいに結構ローカルな暮らしが知りたいとか、うん、もうなんかあんまりこう呼び込みとかうざみたいな感じのタイプの人で長期滞在できる人とかはアジア側の方が落ち着いてていいのかなっていうふうに思いました。思います、はい、まあでもそもそも、うん、そのヨーロッパ側とアジア側の移動って、うん、いろんな方法があるんだけど、水上バス、フェリーで、うんうん、だいたい 2,30 分で行けるんで、うん、だからまあ僕らもアジア側にいたけどよくヨーロッパ側遊び行ったりとかしてました。そうですね、私たちが滞在してた時のレートで言うと約70円ぐらいで片道行けるので、往復で、まあ、200円以内でそのヨーロッパ側に行けるので、そんなにね苦ではなかったよね。全然余裕、うんうん、だから長期で滞在できる人はアジア側に滞在して時々観光地っぽいところに行きたいなって思ったらフェリーを使ってちょろっと行って帰ってくるみたいなことも全然できる感じです。それはおすすめだと思いますね、うん、私たちはそのスタイルがいいなと思いました、うん、おすすめな観光地とかあります？もともと私たちあんまり観光地っぽいとこ好きじゃないんですけど、うん、まあでもモスク、アヤソフィアはすごく感動しましたね、うんうんうん、ね、日本にはないし、うん、今まで結構ヨーロッパを回ってきて教会はいっぱい見てたんですけど、モスクはほとんど見たことがなかったから、うん、やっぱりね感動しました。感動したね。で、あともう一個有名なので言うとグランドバザール、うんうんうん、っていう本当バザールですよね、うん、市場、商店街というか本当信じられるぐらい大きいところがあって、そことかやっぱね歩いていろんな買い物したりだとか、まあ、見るだけでも楽しいと思いますよ、うんうん、でじゃあトルコの食べ物、まあ、トルコ料理についてなんですけど、はい、まあ、僕はもうほんと一つしかないですね語れることって。もうケバブです本当に、はい、でも本当僕はもう無類のケバブ好きでして、はい、多分日本人でケバブ好きな人間、うん、ランク10には入んじゃないのかなってぐらいいろんなところでケバブを食べてきてるんですけど、まあ、イスタンブールでも当然いろんなケバブを食べまして、
な皆さんもありすぎてよくわかんないと思うんで、うん、それケバブ総集編動画っていうのをちょっと頑張って作ったので、そうケバブについてはちょっとその動画を見てください。そうですね、うん、でまあケバブだけじゃないんですよ。もちろんっていうね、もちろんもちろん、いろいろあるよ。そうめちゃくちゃあって、めちゃくちゃあるよ。でちなみに私のお気に入りは、うん、あのムール貝の中にピラフが詰まってるやつがあって、すっごい安いんですよ。トルコリ 2トルコリラとかなんで、うん、1個ね、1個、あそう1個が1個15円ぐらいの計算になるんですよ。そうそうそう、だけど何個だから、うん、10個買っても150円ぐらい。そうそれがめちゃくちゃ美味しい。道端にねいっぱい出してるんですけど、いろんなところがあるから自分の好きなところを見つけるのも楽しいかもしれないし、うん、基本的にトルコ料理ってめちゃくちゃ癖がない。うん、なんか俺の意見かもしれないけど、そうだね、まあ、そのハーブとかそういうのが使われてるとさ、結構、うん、うわ俺国感あるって好きキャラ俺すごい多いんですけど、うん、そんな僕でももう大体ホルモンとかもうまみたいな、うん、普通に食べれたし、変な癖がないから、だから世界三大料理の一つになるのかなみたいな。あ、あと1個忘れてた、サバサンド。あー、サバサンドね、はね、ちょっと動画にしてるんですけど、それはね絶対食べていただきたい。そうだね、いろいろあるけど自分の好きなところを見つけると楽しいかもしれないです。だからまあ今言ったサバサンドもそうだし、うん、まあムール貝のやつも食べ歩きの動画とか出してるんで、そういうあのトルコ料理についての内容も、概要欄にちょっとあの動画貼っとくので、ぜひそこで細かい詳細見ていただければなと思います。思います。じゃあまあ逆にトルコ、まあ、イスタンブール、うん、注意すること、はい、みたいなのがありますか？結構あのトルコといえば親日みたいなイメージがあって実際にすごいやっぱ日本人って分かると超ねフレンドリーにしてきてくれるじゃん。すごい、ジャパン、ほんとすごいっすよ。そうって感じで、ほんとすごかった。たまに日本語で話しかけてくる人もいるんですよ、はい、結構ペラペラな流暢な、はい、で本当にいい人もいるんだけど、結構その騙す観光客を騙そうとしてる人も中にはいるらしく、うん、特にそれがヨーロッパ側に多いらしいんですよ、観光地周り、うん、なんか話しかけられてやっぱ嬉しいじゃないですか日本語喋れる人って、うん、で会話してなんかチャイとか奢ってくれて、最終的になんか売られるとか、うん、どっかに連れてってあげるよって言って連れてってもらったら、うん、なんかお金くれとか言われたりとかするらしいので、うん、結構そのあたりはこう気をつけるって言っても、どうやって気をつければいいのって感じだけど、いや意識しといた方がいい、用心して過ごす、うん、でやばいなって思ったらすぐ逃げられるようにしといた方がいいのかなって思いました、うん、そうだね、特に女の子一人とかでトルコ旅してる方はよく話しかけられて一緒にお茶とかね、多分対象になりやすいので、そうだね、気をつけた方がいいのかなって思いました。本当これは観光地に限ってって感じだね、うん、でも普通に歩いてるとさ、あれ日本人ですかってさ、めちゃくちゃ流暢な日本語で喋られると、えぇ、ー、ってなんかテンション上がっちゃうじゃん、こっちもだからそこだよね、うん、であともう一個僕思ったのがタクシーですね、うんうん、トルコとイスタンブールだとメーター式なんですよ。アプリ使っても結局メーターで、到着していくらですって言ってくるんだけど、うん、結構そこで騙し取ってくるっていう人が多いっていう話を聞きました、はい、で俺らも一回ちょっとそれっぽいようなことで揉めたことがあったんだけど、うん、ビタクシーみたいなアプリがありまして、うん、これ使うんだけど、もう初めに、いくらっていう金額が出るんですね、うん、それをスクショしてその人に見せて、絶対これねみたいな、これ以上払わないからねみたいな交渉をもう先にしとく、うんうん、っていうのが多分ポイントだと思います。これもう現地の人はみんなそうしてるって言ってました、うん、現地の人もそうしてるんだから、うん、本当にそういうことが多いんだろうなって思ってます。そうだね、本当そうだよね。そうそう、であとなんかイスラム教とかなんかこれ注意点でもないんだけど、うん、まあ、単純に本当に豚肉はもうないですね、どこにも、うんうん、だからバーとか行ってさ、うん、フライドポテトとソーセージとか頼むと、うん、ソーセージとか豚じゃないからね。そうで、アルコールに関しては、うん、スーパーにアルコールが売ってない。そうだね、でなんかコンビニみたいな、なんかタバコとお酒が売ってるちっちゃいところがあって、そこには売ってるんですけど、スーパーにはないけど、まあ普通に飲めるけど、まあ全然飲めるし買えるし、うん、なんかイスラム教によって僕らなんか困ったこととかっていうのは全然ないかな。ないですね、うん、だけどね、うん、ネットで調べると、うん、これ僕動画で一回も載っけちゃってんだけど、うん、イスラム教ってなんかトルコだと 99% って言ってたのよ、うん、だけど現地の人に聞くと笑われてそんなことないよと、そんなんじゃないんだってだいぶ前の話なのかもね。そうだ、6割7割じゃないって言ってて、うん、で多分イスラム教の中にもいろんな種類がいて、例えばイスラム教だけど、うん、変な話、お酒は飲みますだとか、うんうん、なんだラマダンしませんだとか、そう結構ね、なんか自由っぽいよね人それぞれなんだよね、うんうん、宗教の形が。そういうのも面白いなと思って、うん、で、まあ、いろいろと喋りましたけれども、はい、結
構僕何が言いたいかって、うん、本当にそのアジア側のカドキョイっていう街が、はい、僕ら好きすぎて。そうなんですよね。でまあその異国の地でさ、うん、どういうところが好きって本当に人それぞれなんで、うん、超おすすめですってなかなか言えないんだけど、うん、まあ、僕らはローカル感があって、うん、かわいいお店バーとか古着屋さんとか、うんうん、ある感じがすごい好きだから、うんうん、ほんとなんかハマっちゃってカドキョイは。でなんかそのお店がいっぱいあるだけじゃなくて10分15分ぐらい歩けば海の海見えるしね。そうなんか結構リラックスした公園とかもあるんですよ。なんかそのバランスがすごくいいなと思って、で私たちは結構両方欲しいタイプだったので、それがちょうどカドキョイは良かったのかなっていうふうに思う。でもすごい賑やかで、で観光地っぽくなくて、で観光客全然いない、本当に現地民だらけって感じだね。だからすごいなんかローカルな暮らしができる感じがめちゃくちゃ私たちはいいなって思ったんです。そうですね、うん、短期滞在でヨーロッパ側を選んでも、うん、1日ぐらいカドキョイは行ってほしいなってちょっと僕ら思います、うん、そうですね。わあなんかいいなって落ち着くなってなると思うんだけど、うん、逆に僕ら正直ヨーロッパが行くと、うん、あもう嫌だってなって、そうちょっとね、あと新市街坂がめちゃくちゃ多くて、そうそうそう、なんか高いなとか思っちゃって、戻りたいなってらしい。だから例えば俺ら長期滞在でヨーロッパが住んでたら、うん、こんなにイスタンブールハマってなかったかなって正直思います、うん、私もそうですね。俺はよく言うのがイスタンブールが大好きなんじゃなくて、うん、カドキョイが大好きだってことをよく人に言いますねそうですね、私もそうなんだ、うん、まあぜひぜひちょっとそのイスタンブールは素晴らしい街なんで、はい、僕らは本当大好きで、だからこういう動画ちょっと撮りたいなと思ったんで、うんうん、なんかうまく伝えれるかわからないんですけどなんかもしも気になることとかあったら、はい、ぜひコメントとかで言ってください。できる限り、はい、答えたいと思いますんで。あとはまあ今いろいろ喋りましたけど、うん、トルコの Vlog をめちゃくちゃ上げてるので多分それを見ていただければ一番わかるかなっていう。そうだね、それがリアルだね、うん、それを見て、あ自分はなんか旧市街がいいかもとか新市街がいいかもとか、うん、カドキョイがいいかもとか、なんかなんとなくやっぱ動画の方が伝わるのかなと思うので、それを見ていただければと思います。思います。はい、まあこれからはブルガリアのソフィア編ということで。そうですね、ええ、またいろんな Vlog を上げていきたいなと思ってますので、はい、引き続き応援の方よろしくお願いします。お願いします。さよなら。バイバイ。